今日は7月12日から開催されたシャーマンキングコラボ後半、スタンプ1枚目のホロホロを紹介するよ。攻略は式6で武力プラス6と速度上昇が約8カウント、さらに飛型のような範囲の武力ダメージを与える。武力2に約9割、武力10に約3割。地震乱戦中の敵の速度を下げる効果と多数の効果を持つ攻略。乱戦中の敵の速度を下げる効果は、三国志大戦の優遇宿弓などと違い、敵と離れた瞬間に速度低下が消えるから、速度上昇期はライトにしても一方的に突撃できるわけではないから注意。武力ダメージを与える計略やから、消耗戦での屈指を得意としてて、密集する相手に先打ちして進化を発揮する性能やから、キラ斬撃機でかなり活躍できたよ。コラボカードだけで組むキラタンがにわかでも使えるガチデッキでおすすめ。ラインを上げられてサガラを撃たれると苦しくなりそう。でもこういった場面こそホロホロの真骨頂。ここはとっくに俺の世界で、俺が王者だ。ジフイは突撃しない判断ができたけど、ここはホロホロも突撃せずでもよかったかもしれんね。さあ次にしもやけしてやるぞ。どうした、ここは任せた。お前やるな。戦機解放。これ小技です。発動。どうせ使う流派は異線が見えた瞬間に押してカットイン入れて確実に避けます。覚えておくとこういう場面でのミスの可能性をなくせるよ。たとえ火の中、雪の中、撃ち倒せ。流派発動。一の型流派1から流派2で知力と最大兵力を上げて兵が多い方が勝つって孔明が言いそうやね。こういう時に一瞬で兵力を飛ばせる計略があればあるんやな。これがここはとっくに俺の世界で、俺が王者だ。これだから乱世は天気の解放。ここはまだ七ではありません。流派発動。
一の方。懐に入れた時点で負け確定だ。俺たちは捨て駒か。流派発動。二の肩。その変わるってか。逃げるな勝ちって。お前、やるな。終わっちまった。最後にラインを上げられて、サガラを撃たれる負け筋がありそうよね。こんな時、足止めできる計略があれば、つまりここもホロホロよね。ここはとっくに俺の世界で、俺が王者だ。お前、やるな。こんな感じでブロックダメ系である。大体収束で足止めでもある。複数の効果を一つの式力計略がやってくれる便利さが魅力。 1.5 コストでそこそこのスペックを持つカードがこれだけの器用さを持っとるのは優秀よね。今回は2試合やるよ。むしろ死ぬほど熱いんだ今の俺みてえにな。死ななきゃ勝ちよ。嫌な予感。本陣をいただきますよ。月はあっちにあんのかよ。全軍前進。
予感。流派発動。二の型。ここはとっくに俺の世界で、俺が王者だ。発動。二の型。このマサカリでぶっちぎってやるよ。これだから乱世は面白い。ここはとっくに俺の世界で、俺が王者だ。お前、やるな。いくぞ。死ななきゃ勝ちよ。いくぞ。いくぞ。いくぞ。もはや、全てはここは、下野家、コーチの車輪ダメージ上昇を甘く見すぎてたの。反省点。ご視聴ありがとうございました。